おはよう、ジャン君、ポンちゃん。窓の外にいる人たちに癒しを与えてくれてありがとう。ただ外から見るときにポンちゃんはよく見えないよ。もうちょっとね、ガラスにへばりついているとかね、むにゅーってやってるとか、ピンピタってつけて顔もピタってつけて、あとこの外の格子のね、この隙間から見るんだけど、なかなかよく分かりにくいっす。ジャン君、ポンちゃん、今日あんまり日が当たってないというか曇りなんだね、うん、はい、起きましょう。ジャン君、はい、はい、ジャン君、ジャン君が甘えたように泣きながらトイレをシャカシャカやるときは、これはだいたいうんちだったんですけれども、どうかな、今朝はトイレ入った？はい、いいよ、はいはい、おや、出てないね。あー、出てないか。ジャン君、ちょっとお腹触ってみよう。はい、どうだろう。分からん。触られたくないですか。はい、ジャン君。今トイレ入ったんだけどしなかったんだよね。掃除したから一応入ってみたのかな。これちょっと散らかってますよ、ジャン君。なあなあ言ってたので。近かなと思ったんだけど。ジャン君、ちょっと落ち着きます。また今日も様子をよく見ないとね。トイレの数は減ってきてると思われます。だいぶ減ったよね、うん、ただちょっとお腹を触ってね、うん、溜まってるかどうか見たかったんだけど、すごく嫌がるので、うん、てか片手なのでね、あとで見てみようか。トイレ今したの？それともこれからですか？うん？出てないかな、ちょっと出てんのかな、大丈夫？ジャン君への超能力ですね、治れ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 の、呪文を、石があることが分かりましたので、溶けろ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 、なんかね、石の質によっては、溶けるタイプもあるんだそうですが、今回の場合、尿からですね、石の成分が、まあ、尿が少なかったせいがあるんだと思うんですが、出なくてですね、どちらかわからないと。ただ超能力なら溶けるんじゃないかな。溶けろ溶けろ、はい、溶けろ溶ける。他の
柏は溶けちゃダメよ、石だけよ、石だけ溶けろ溶ける。はい、ジャン君、溶けろ溶ける。さっきトイレに、2回行って出なかったんですが、どうもね、膀胱のあたりを触ってみるとぺったんこなので、違和感だけがやっぱりあるんですかねと思われます。ちょっとぐるぐる回ってます。はいはい、ジャン君、よし、はいはい、少し寝てみたらいいんじゃないかな。尿石ケアのお食事が整いました。向こうに持っていくの、あ、ジャン君にじゃああげて、とりあえずあんまりチュールと違って、はい、いかがですか。でもそんなには悩んでいます。あれ、あれる、どうぞ、はい、どうぞ、もうちょっと近づける、はい、どうぞ食べてみてね。なんかチュールじゃないなって思ってるかな、チュールが出てこないなって思ってる。どうぞ、待ってます。まあまあ食べてるね。うん、ね、ポンちゃん、もう一回泣いて、ポン、ポンちゃん、お、近寄ってくる、ポンちゃん、ポンちゃん、さっきからすごい高い声で泣くやん。カメラ回ると泣かないんだなって。あれ、あ、ちょっと低くなった、戻ってる。さっきまでジャン君かと思うぐらい高い声で泣いてたのに。ジャン君、ポンちゃんも、うん、戻ったね、できたね、うん、ポンちゃん声戻ったね。もっとピヤーっていう声で泣いてみな。ジャン君、ジャン君みたいな声で泣いてみそ。どうよ、赤入る、ここ、うん、入っていいよ。ポンちゃん、ポンちゃん、カメラが回ったら高い声で泣かなくなっちゃうよ。ここ入っていいよ、どうぞ、はい、どうぞ、ジャン君、溶けろ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 、お尻が溶けたらどうちゅるのって、溶けろ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 、どうして男の子の方が結石ができやすいのかな、うん、溶けろ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 、よしよし、ジャン君、ジャン君溶けたら治ってね。溶けろ溶けろで腰が溶けないように、石が溶けろ溶ける、うん、石溶けろ溶けるね、ちゃく、石溶けろ溶ける、